朝焼けに照らされる静川湾。この穏やかな海があの日この町から多くのものを奪い去りました自然の猛威を目の当たりにしたあの日から9年。 震災によって壊滅的な被害を受けた町はここで暮らしたいと願う町民の思いが少しずつ形になり一歩ずつ復興の道を歩んでいますかつての面影を失った南三陸町建物は流され多くの尊い命が奪われました。 河川や橋の整備といった大規模な工事は、確かな復興の歩みを感じる一方で、その真新しさが被害の大きさを改めて物語っています。復興工事が進む中、どこよりも先駆けてオープンしたのが、南三陸三三商店街です。 地域の人々、そして県の内外から多くの人が集まるこの商店街は、復興の象徴となっています。町の中心部には、職員ら43人が犠牲になった防災対策庁舎も含まれた復興記念公園が現在作られています。公園内に設置されたモニュメントには、今、青き海に祈る。 愛するあなた安らかなれと鎮魂の思いを込めた花火が刻まれています変わりゆく街の中にあの日のまま残されているものもあります震災の教訓を後世に伝える鷹の会館です。津波の爪痕が残るこの建物は これまでに国内外から訪れた35万人以上の人に自然災害の脅威や防災そして減災の大切さを伝承しています東日本大震災から間もなく9年懸命に生きた人悲しくも亡くなってしまった人々かつてここにあった生活と たくさんの思い出、決して風化させてはいけない震災の記憶がこの町には残されています。